1842年当時のハイドパークコーナーからピカデリー方向を見た様子。左がハイドパークの正面門であり、その背後暗い建物がアップスリーハウスである。ハイドパークコーナーは、ロンドン中心部に存在するハイドパークの南東に位置する街角。6つの通りが交差し、北からパークレーン、北東はピカデリー、南はグローブナープレース、南東は コンスティチューションヒル南西は、グローブナークレセント、西は、ナイツブリッジなどが接し合っている交差点であり、ラウンドアバウトを形成している。第二次世界大戦後にパークレーンが拡張され、バッキンガム宮殿庭園西側ウェリントンアーチ周辺は交通の要衝となった。ナイツブリッジからピカデリーへと向かう道は、交差点周辺で地下へと、潜り立体交差を形成している。 ウェリントンアーチの他にも、帝国騎兵の記念碑、少年とイルカの像、第6代バイロン男爵ジョージ・ゴードンの像、ロイヤル・アーティラリ・メモリアルなどが存在する。2003年にはオーストラリア戦争記念碑が追加された。クイーン・エリザベス・ゲートとハイド・パーク・コーナースクリーンが、公園とハイド・パーク・コーナーの境界を形成しており、ラウンド・アバウトの北には、ワーテルローの戦いで、 ナポレオンを破った初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーの邸宅であったアプスリーハウスが存在する。付近のロンドン地下鉄駅としてはハイドパークコーナー地下鉄駅がある。ハイドパークコーナーという言葉は1952年にジョージ6世が死去した際に政府にこれを伝える暗号として用いられた。ありがとうございます。